はい、えー、ひつきまさしみです、えー。統一教会問題で国会があれに荒れているんですけども実はですね、統一教会問題というのはですね、そんなにね、あのー、問題ではなくって本当の問題を隠すための煙幕として利用されているというふうに言ったら皆さんびっくりするかもしれませんね。でそれはでですすね、まあ、五輪汚職なんですよ。 ね、これ統一教会問題でですねどれだけ追及されたとしてもですねまず立憲民主党と維新も同じようなすでに傷をちっちゃいけど持ってるわけなんですよね。で、他にも参政党とか国民民主とかもダメージ受けるわけですよ。が、五輪汚職はですね森喜朗さんこれ安倍派の長老役やってるわけですよねであと菅義偉さんこの元首相二人に疑惑がいきさらに何人か このオリンピック問題に関しては汚職に手を染めている人がいて、もし検察がですね、ガッチャンコってその人たちやったら、これはもう、とんでもないことになりますよ。で、こういうね、あの、統一教会問題は確かに自民党もダメージを受けるんだけども、これ目くらましに使われてるんじゃないかっていうのも含めて、オリンピック問題ずっとですね、本間さんとね、語り続けていました。 本間さんは10年ぐらい前からこの問題を指摘されていますのでえ本日も語っていきたいと思います。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。と言いつつですね武田恒和の逮捕はなかったんで仕方ないからこういう話するしかねえなっていうまあそういう側面もありまして <laughs> 武田もなんだよお前憲法降伏の日に今日祝日だけどさ文化の日に昨日逮捕ないかなって期待してたけど。 検察もなんだ、温泉行ってるのか、お早くタコしろもう、あのー、ね、先週、先々週だっけ <laughs>、うん、やっぱり検察が動いた時は、ああ、検察ありがとう、素晴らしい。やっぱり、うん、一生懸命頑張ってたんだ、ね、頑張って、えらい、えらいあのー、温泉行ったなんて、あのー、勘 <laughs>、あのー、ぐってごめんね、なんて言ってけど。ごめんねって、あの言いましたけど。

自民党の,あの逮捕とかのその血の祭りでですね、スカッとしたいんですよ。知ってますよ。<laughs> 別に森喜朗が逮捕されたからって、円安が解決するわけでもない。菅義偉が逮捕されたからといってですね、何か日本経済、消費税、増税とか解決するわけでもない。だけどいいんですよ、一瞬スカッとするんですよ、もう。<laughs> だけどいいんです。だけどいいんですよ、だってそうじゃないですか。 ねえだって仕事で皆さん嫌なことあったらさ、あ,あ今日は嫌なことあったなって,って、から、うん、揚げ食いながらビール飲むしかないですか。それ、何か解決するんですかでもそれが人生というものじゃないですか。われわれにとっての唐揚げとビール、これがですね、逮捕 <laughs> だよ、もういいことねえんだよ、もう誰か逮捕しろ、検察。まあさ、そのさっき新さんが言ったね、うん、統一教会問題は <laughs> それはもうものすごい大変題ですよ。 あのー、まあ、なんていうの、えっとーまあとにかく毎日語られて、うん、で国会でもまあとにかく問題になってるって、うん、うーんどちらかというと、なんていうのだいぶそれ、デフォルトっぽくなってきちゃって、また統一協会かっぽい雰囲気に今、なりつつ、うん、自民党議員も対処に慣れてきて。うん あーもう何か新しいのがバレるととりあえずひたすら謝る、うん、あの山際みたいに「うん、いや記憶にございませんだの何だの」って言ってると傷が深くなっていくから、うん、とりあえず謝る「うん、申し訳ございません」と「記憶にございません」っていうのはやっぱりもう使わなくなってきたよね、うん、あのそういう記録が出ちゃったらもう、うん、あのごまかしきれないです言うと、うんうん、で実はでも、うん この五輪汚職問題も本当だったら国会でやるべきような、これね。うん、で、政治の関与はないのか、森とか菅の関与って本当にないのかみたいなね。うん、っていうのが、実は質問とかに出てきても、予算委員会での質問とかに出てきてもいいんだな、うん、いいんだけど、えっと、やっぱりあの時間が限られてるって、どうしても統一教会のほ 集約されちゃってる、うん、今ね,いいねももちなみにだってこれ本間さん、うん、もうあの目くらまし統一教会問題だけじゃ足らなくなってきたから J アラート使ってんですよ。あそうねね、ねえ J アラートですねなんと、えー、3日の朝 J アラート鳴ったんですよ。ね、このミサイルが発射宮城県山形県新潟県を対象に建物の中や地下に避難するよう呼びかけあごめん間違いやった。 っていう話があったんですよこれあのあれかな、ほら、えっと、安倍政権の時もさ、うん、安倍政権で何かまずいことが起きると決まって、ミサイルが落ちてきた。で、あれは安倍がさ、うん、あの一丁頼むっつって、必ず電話してんじゃないかって言われてたけど、うん、ってことは岸田もやってん,のかあってんじゃないってか、やってるっつうかの、今回はあの J アラート鳴らしたのを、あごめん、間違えたっていう。 日本上空を超えると思ったんで、J アラート鳴らしたんだけど、あごめん、ごめん、間違えました<ー>もうもう、王冠少年状態ですよ。どううしようねなえー、ちなみに、ですねこれにはちょっと笑い話があって、最近、北朝鮮、ミサイル撃ちまくってたら、プーチンがですね、ねあーのーなんか、いや、ちょっと北朝鮮、自制しなさいとかって言って、いや、お前。 ロシア大統領府のペスコ報道官は記者団に対しすでに緊張状態にある状態を悪化させるような措置を避けるべきと指摘し全ての当事者に冷静さを保つように <laughs> お前のところ大統領ロシア正教会に首席エクソシストに認定されてウクライナの悪魔を倒せみたいな感じになってお前こそお前こそ落ち着けよっていう感じすは <laughs> あーすごいの どうしたらいきなり、なぜそんな北朝鮮問題なんかに首突っ込むんだ、<laughs> まあ,あれかな、あのー、もし万が一にでも北朝鮮と、うんねまあ、それは北朝鮮と韓国軍の間で何かあったりして、そうん、とするとさ、お前、ウッラインなんて手いっぱいなんだよ。<laughs> お前んとこ助けられないよ、できると車核ミサイルを落ぐらいしかできねえよっていう。<laughs> お前のななんんかか知らんからなっていうね <laughs> まああと一応マチレスしておくとロシアの言い分はウクライナが緊張状態を高めたせいでうちら行かざるを得なくなったんだからそういうことはやめなさいねっていうねまあそういうことなんでしょうけど、まあ、まあそれはあの世界の安全保障の話なんですけどあの日本はですね J アラートもミスってるわけですよ。なんなんこれっていう。 もうそれぐらいもう、まあ、とにかく何でもかんでも何でもいいからとにかくえー、五輪汚職から目を遠ざけたいそれはスポッツだよ統一 <laughs> 教会問題で逮捕者は出ないだろういくらなんでも五輪汚職はリアルに政治家逮捕出るからねこれは、うん、まあ結局ね、うん、この問題っていうのは一ものすごくこう大枠的に見たらさ、うんうん 自民党政権がオリンピックを持ってきたわけでねうん、うん、で自民党政権時代にこういう大義獄事件が起きてるわけで、うん、で政治家の名前とかもちらほら出ているうん、うん、でやっぱり何よりも高橋君があんだけいろんなところから金平気でかき集められたのはやっぱり森先生のバッグがあったんじゃないのとかあったわけさ。 だって森とあんなに会長して、ちなみに高橋君っていう風に言って、初めて見る人向けに言っておくと、ですね電通の元専務ですで、組織委員オリンピック・パラリンピック組織委員会の理事です、でね、売上げだけ上げることに関しては、ですね、うん、社長にいや会長になってもおかしくないぐらいの実力者。 うん、でも専務に収まっている理由はですねあまりにも剛腕すぎてですね社内からも嫌われているっていうあの薬剤映画で例えるんだったらですねもう武闘派すぎて確かに貢献はしてるけどこいつ首長になったら首めちゃくちゃやみたいなあのポジションいるじゃないですか薬剤映画でね。ねうん、あれあのそういう,う,いうあの若頭に収まってるあの首長補佐とかに、ね、収まってるそういうポジションの人が高橋君ですよ。 もうね、うん、どんだけ剛腕だったかというと、うん、あの汐留のね、うん、あの電通本社ビル、うん、まあ今はもう売っちゃったけどかりそめのビルだけど、うん、あれが建った時に、うん、なんとそこのあれなんだっけ50階建てだったか45階だったか忘れちゃったけど、うん、一番上、ね、その一番上のところに自分がプロデュースしたフレンチレストラン入れちゃったっていう。<laughs> すごい人だからさあのー、恥ずかしいだか恥ずかしいとか <laughs> そういう概念がない人いやだってさ仮に私がですよものすごい大成功ねして本間さんの本とか安富さんの本とか佐藤さんの本を1億部ぐらい売ってですね汐留にビル建ったとしましょうでそれで「ああ大成功したー」っつって「お一番上フレッチレストラン清水」ってなかったら <laughs> ちょっと恥ずかしくないですかそれだからそれと同じなんだよね私そういうのブリブリ一番上に一番上に置くのは私だったら紀ノ国や書店ですねあの日本一景色が紀ノ国や書店しますああなるほどな <laughs> そういうんじゃないんだよ <laughs> <laughs> このビール、このビール立てたの俺だからなっていうぐらい,の勢いですね。<laughs> 全<体違> <laughs> ドカーンと自分のさ、うん、プロデュースしたさあの、フレンチ入れちゃって、うん、しかもそれを恥じずにいろんな雑誌とかのインタビュー受けてさ、うん、ああ、得意満面だったわけよ。じゃ、うん、そういうい なんて言うんだろう、まあ、そういう剛腕、そういう無神経っていうかさ、うん、まあそういう人なんだよね。うん、そかねでそういう人だから今この事件を引き起こしてるわけだけど、うんうん、まあ、とにかくこのフレンチ、全然美味しくなかったよねで。確か潰れちゃいましたね。いやもうもちろん、うん、な、えー、もうあのフレンチは何年ぐらい前だろう。閉店しました、えー。4、5年ぐらい前にはもうなくなって。うんうん でも10年以上は営業したもんねいおいで。さらに弟がね、あのー、春のりっていうのが、やっぱりこれもまた、あのー、自称安倍晋三の登園とかっていうふうに言ってですね、えー、金、ぶん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 回してですね、えー、なんときょあの兄弟揃って珍しいんですけども、弟さんはいち早くですね東京地検特捜部に捕まって国会でも審問されて、最高裁で争ってる最中に、うまた。 まあ、だって今回の高橋君も、ねえ <laughs> 兄貴の方もそうなる可能性もあるからね。いやだからもう、絶対お前、政治家と関わってたよねっていうところを、ですね今、統一教会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 、ビー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 ビ,ービー、J アラート、J アラト、J アラト、J アラトでなんとかごまかしてるんだけど、本当は国会で話されるべき問題ですよ、これは。うん、追及されますよ。 だ、そう、だから、あの、なんていうの、うーん、そう、だから野党もさ、あのー、まず岸田に、うん、あの、お前らが、お前らというと、安倍が首相のときに承知して、うん,んでもって、このコロナで大混乱のときに無理やりやって、うん、それで挙句の果てに逮捕者出してるけど、これ、うん、に関して岸田、お前、どう考えてんだぐらいの質問はすぐできるわけ別にん。 森がどうとかなんとかかななんじゃなくて、うん、でこういう事件を引き起こしたその責任っていうのは政権党としてはどう考えるんだみたいな質問をさ、うん、すぐできるわけよ。うん、やりゃいいんだけどまあやっぱり統一協会に時間取られちゃうんですよ、うんまあ。あと J アラートだってさ、うん、まあ自民党の議員なんかさ、まあ、そもそも与党がさ与党に質問するなんて意味ないんだけど、うん、あれでほら結局おんちゃら質問よくやるじゃない。うんうんうん うん、どうお考えですか決意をお聞かせくださいな。どうでもいい。<laughs> アホか、お前みたいな、そんな時間があるんだったら、全部野党にやれよって話なんだけど、そういうことするじゃない、で、そうするとさ、明日はもう間違いない自民党の議、自民党の質問時間は、J アラートが鳴りっぱなしですけど、総理どうすればよろしい日本の安全保障についてどうお考えでしょうか、総理の決意をお聞かせください。 日本人の安全を守るために J アラート問題そして北朝鮮については断固とした決意で取り組んでいきたいというふうにむにゃ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 みたいなそれです、うん、ね質問と、うん、回,回答で1時間ぐらい使ってさ、うん、何の必要もないいっていうね総理これから冬の第8波が懸念されますか総理の医療問題 今、感染対策についての決意をお聞かせください。我々は決意を持って、向かいたいと思う、記憶がない担当大臣、山際大志郎を。コロナ対策本部長にした。わあ、もうどうでも。もう、そこ、そこですよ、そこ。<laughs> 私の決意を示すために。あの、更迭したばかりの、あの。山際,を山際大志郎。本部長にしておきました。 なめてんんのかあれはいくらなんで,もで、もで総理、<り>ね、SNS の誹謗中傷問題大変ひどいです。自ら命を絶つ人たちも出てきます。一体どうすればいいのか総理の決意をお聞かせください。私は総務省の政務官に杉田水脈を選びました。総務省の杉田水脈さんは自ら名誉毀損をして配送をしている素晴らしい存在です。しかも総務省の SNS の対策問題について政務官なのにもかかわらず自分は知らないこの人を置いておくこれが私の決意です素晴らしいそうですごいす晴らしいってもうくだんね質問だよん <laughs> っていうかさそう考えるとすごいよね, <laughs> ね最も置いてはならない人間を置いてるわけじゃんいや山際と言い過ぎたときやばいよあれ いやーやっぱ舐めめめめててててんだよねるるるやっぱり吉田君って基本やっぱりうん聞く力とか何とかって言うけどそもそも聞く気がないから、うん、分か俺だんだん分かってきた、うん、そもそもはね全く聞く気がないんで、うん、全く聞く気がないけど聞く気俺最初から聞く気ないからって言うと感じ悪いから、うん、聞く力って言ってるの。聞く気はない。 うん、本当は聞く気ない、本当は聞く気なんか全くないわ、うん、だけどね、安倍みたいに、あら、安倍もさ、あのほら、全然そんな前後のようなこ何も聞かねえとかって、うんうん、いう雰囲気あったけど、うん、岸田もやっぱりそうなんだね、実際はね。うんうん、だけど、それだとあまりにも感じ悪いから、私は聞く力を持ってるとか言うけど、実際、持ってない。いいや<あ>過ぎたももうひどいもんね いや <laughs> まあ結局杉田美桜はあれでしょ完全にほら安倍派へのさ、うん、媚びへつらいでえそうだよねまああのー、安倍が生きてた時のあれだからね、うん、あれだけどさ山際はかんないなんであやるのかわかんない山際はわかりますよ理由まず杉田美桜の方から説明するとこれ安倍派で えー、なぜかですねこの人兵庫県出身の杉田美代さんなんですけど安倍さんに気に入られたから自民党が強い山口県連所属になって比例名簿上位にいてなぜか通るようになっている杉田美代さんが、えー、派閥の順繰りで、えー、最大派閥安倍派の意見で総務省のナンバー3として政務官として送り込められたんだけども、ねえー、総務省はインターネットを管轄するところ。 ではあるが、えー、伊藤詩織さんの名誉毀損で負けて、えー、何も答えず答弁を差し控えさせていただきます、差し控えさせていただきます、差し控えさせていただきますと、連発しかで,、えー、あのできない、このアホ。お前、それだったら政務官としている意味ないだろうっていうね。はい、で、えー、この杉田水脈さんがいる理由は、安倍派への聞く力を発揮されたわけですよ。そうでね山際これね、うん 実は初選挙の段階からこれ統一教会応援されてんだで統一教会の要職もついてるのだから山際くんの首を切るということは統一教会に対する、まあ、宣戦布告ですよねある意味な,るほどなんだけど坪君ごめんごめんちょっと大臣はさ記憶ないと困るし一応公職だからねだけどコロナ本部長に据えといたから ごめんなごめんなこいつ許してっていうですねあんまり怒んないでねあまあ怒んないでねっていうこ統一教会に対する配慮ですよこれはうわじゃなきゃおかしいじゃないですかいやおかしいよねじゃそれが考えられないっていうどういう神経をしていれば、うん、更迭した人物をに役職つけるのかって、うん、まあもちろん大臣ではない、うん 本部長だから、うん、本部長とかなんとかだから <laughs>、どっちかっつうと、まあ、あと国会に呼ばれないじゃん。うん、あれ、自民党の中でのあれだからね。うん、だけど、普通は無職にしとくよね、うん、普通は。うん、で、まあ、確かに清水さんが言ったような配慮もあるのかもしれないちなみに、ですね山際太志郎って、どこの派閥だと思いますか、うんあれ あれどこだかっらっ派閥だと思うんだうちの山際のこと私もですねまさか麻生太郎のモノマネがこんなに上手くなるとはね本当に YouTube なんか健康に悪いんじゃないかって最近思うんですけど麻生太郎の派閥なんですよで自民党統一協会最大の爆弾はですねトンネル太郎ですよ、うん これ日韓トンネルっていうですね,ねあの1ミリ5万円の献金と言われているですねあの日本と韓国をつなげるどう考えても無茶なプロジェクトこれですねなんと日韓トンネル計画麻生太郎さん関わってるんですよ。なるねこれであのでしかもですね麻生太郎はですね自分の地元に麻生セメントという会社を持っていてですねトンネル掘るのには。 セメす多いよね <laughs> そう考えると麻生太郎が統一教会問題はばらさるると困るのよだから統一教会に対してうん、ちの派閥の山際君ちょっと何とかしてくれよって岸田に言ったこうなるねほらもうみんなこれさもう杉田美桜とかさ麻生太郎の話してるってさキーってなってるじゃないですか思い出してください今日の話は統一教会問題は。 五輪汚職の目くらましなんですよこうやってああ<ー>もう、うん、っていうかもうなんかさ南の方にはさトンネルであの金儲けようとするやつがいて、うんうん、東の方にはオリンピックでこの踊り狂ったバカがいっぱいいてさ、ね、真ん中の西の辺りには万博とカジノくと <laughs> <laughs> 本当にろくなやつがいねえな <laughs> まあこれは目くらましという表現はよろしくないので今からお食事中の方にはちょっと言いづらいあの例えをあの言ってもいいでしょうか <laughs> ええー、まあ僕はお食事中じゃないんで、はい、大丈夫ですかね <laughs> はいあの5秒後に言いますよね五54321えー、っとですね麻生太郎と菅義偉さんと森喜朗さんがですねちょっとあのトイレなくてですね あのそこら辺で漏らした自分のパンツをペッて捨てたんですよねででこのまくせえなということなのでちょっと牛と馬を連れてきてそこにあの馬ンと牛糞を投げ込んどいたとまあこれぐらいのだから目くらましっていう,うそういう感じですねす、はい、これははいまあもはや本当にひどい状況だねそれいやでもそれぐらいやばい状況ですよ今日本、うん、まあ、確かにね、うん 統一協会で問題で、うん、あのー、なぜか、そのいわゆるトンネルルートがさ、うん、そんなに深掘りされないんでね、トンネルルートもいろいろポロポロ出てはくるが、うんまあ、あんまり今、深掘りされてない、うん、まあどちらかというと、今はさ、国民と国会の関心がさ、うん、あのー、救済新法の方に集中してるじゃん。うんうんうん それと解散、うん、解散命令出せるかどうか,、うん、どうかっていうのでね、うん、そこに集中してるから、うん、まあちょっとなんとなくトンネルから遠ざかってるんだよね、うん、今ね。本当はトンネル話もさ、うん、あれ相当やばいだろうっていう話がね、うんうん、あるのにさ。うん、っていうぐらいやっぱりとにかくみんな統一教会に目がいっちゃう。いっちゃうんだよ。 だけどオリンピックも実はめちゃくちゃの問題で、うん、もうとにかくさだってしかも税金4兆円ぶち込んだんだからさ、うん、お前ら本当にこの税金こんだけぶち込んでいてそれで本,当本来であれば俺はずっと言ってきたけど、うん、これこんだけ金ぶち込んださ、うん、の検証っていうのを国会でやんなきゃだめだろっ,ってさ今統一教会で忙しいからそうそうそう、うん、統一教会で,それでやってないじゃん。うん そういう感じになってるよね。うん、4兆円い<や>4兆円ですよ。統一協会がなんか年間200億円。日本から韓国へね。あのお金を流してたって言ったけど、200年分ですよ。あ、統一教会大からそんなおかしいからず。200年分をたった。7年で使い切ったからね。たった。7年で。たった2週間のイベントのために。 それ考えたらそ恐ろしい金額だよ、ね、でそして皆さんこの番組を見てる中でちょっと聞きますけど統一教会に献金された方いますかボ買った人どれぐらいい,ますかいないでしょ <laughs> オリンピックは違うんだな全員税金で取られてるから見えてないだけで森吉郎とかあの安倍晋三とかが「おい!」っつって皆さんの財布に手突っ込んで持ってってんすよ。 引っ張られてるから、ね、どれぐらいどっちの方が大きいかって言ったらこれ統一会よも五輪王職なんですよそうだねまあ特に金額的に見た、ね、うん。まあそれはさ統一教会が金を引っ,っぺがした人たちの悲惨さはさそれは五輪の比ではないが、うん、単純にね、うん、金額,金額総額金額換算した時に、うん。うん 統一協会とオリンピックとじゃお前話にもならねえよぐらい。いや本当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 だよよ巨額ですだから本来はそれをやっぱり野党がちゃんと追及して国会内にやっぱり検証委員会を作ってさああでっていうのはさ俺たちがさ俺たちって要するにまあ俺も含めてメディアが。 その組織委員会内の資料を見たいって言っても、うん、全部黒塗りになっちゃうわけ、うん、ああ、なんだらなんだら言ってさ、うん、そのなんか、えっ、ー、とひな、なんだっけ、ねえー、企業間の取引ですの、ね、で、守秘義,義務がありますとかね、ね、うんえー、税金使った部分と民間の予算でやった部分については、うんちゃらかんちゃらど、どうのこうだ、ああたらこうだで、いいじゃないか、いいじゃないか、あやおしまいみたいな感じで。そう、うん、だから そこをね突き崩すためには、うん、やっぱり強力なさ、うん、やっぱりこう国会の力でそれを見さあの公開させるみたいな、うん、いうぐらいの力がないと、うん、実はわからないだから本当はそれをやらなきゃいけない、うん、だでしかもこれだけの大義国事件が起きてるんだから、うん、もうあれじゃない あのこの事件が例えば全く起きてなかったとしたらさうん、うん、オリンピックについて検証するっていう話もほら出すタイミングが難しい、うん、だけど今これこんな大問題が起きてて、うんでまあ、結局さすごい簡単に言っちゃうとあれ、あのー、高橋君が青木とか角川のあの契約料めちゃくちゃダンピングしてた。うんうん 彼らのあの会社が安く入れたせいで結局はさ税金の負担が増したっていう考え方もあるからねそこをちゃんと検証しましょうっていう今はそういうことを言えるチャンスなわけようん、うん、この義獄事件にやってる間うん、うん、だけどみんな統一教会で忙しくてやんねえ、うん、それは確かにまあ一つ目くらましに使われて まし、あ、に使われてるかに同じタイミングで起きちゃった <laughs> あの結果的にまあ結果的にね、うん、ただ同じタイミングが何で起きたのかなって考えるとですねそれ理由は簡単ですよどっちも安倍晋三が原因だからですでそうそう安倍さんがトーンっていうふうになっちゃったから同じタイミングでたまたま出てきたっていうだけですよちなみにあの餃子の王将、うん、あれも何かどうも安倍さん関連そうそうなのよ 阿部は餃子毎日食ってたわけじゃないんです急にあれも進み出したでしょ王将うんもうあれちょっと今調べてるんですけどねへえ<ー>、うん、だからいろんなところでもう阿部が抑えてたやつがパパパパ,パーンって餃子の王将に阿部いや面白いね、うん、なんだけどもそこまで話し出すともう わわけわかんなくなくくって,くるんってう年間餃子の王将から1万個ぐらいを桜を見る会にタダで出さギョーザ1日100万個食は万里を超えるっていうあの関西ローカルの CM ねえ最近ではなんとですね餃子の王将も成長して1日200万個作りよなった <laughs> どうでもいいよそんな話。 ま王将、ね、お,おいしいけどねおいしいけどこれも円安問題アベノミクス後遺症で小麦粉と油が値上げして餃子も値上げだよああそうだね、はい、まあそうださしょうがないけどなある程度は、まあある程度しょうがないけどしょうがないけどなって言える人はおまさんみたいなセレブだけですよいや俺も納豆しか食ってねえけど、ね、<laughs> それは言い過ぎですよそれはあの まあいいやまあじゃあまあでもね本当に同じタイミングでなんで起きたのかっていうと安倍さんのせいじゃないですか安倍さんがどっちも関わってた問題ですよまあそうね、うん、そうそう,そう安倍がとにかくぶっ倒れて一、うん、つはなんでなんで安倍がやられたんだっていうと統一教会がからん、うん、で安倍がぶっ倒れて重しがなくなったんでもういいよもう あの治験がうわっていきなり高橋に襲いかかったっていう、ね。うんうん、で高橋君は昔あの理事になった時、うんえっと、組織委員会の理事になった時に安倍に「うん、絶対逮捕とかさせないから」言われたのになーって言っても言ってるもんメカルね彼自身が。いやほんとだよ。 あれ本当なのかな、うん、あれでな録音とか残ってったらすげえんだけどないや最高ですよ最高、ね、うん,うんでもさ、うん、高橋高く君ってさいろんな人に録音取られてるけど自分は取ってないのかねあ確かにね カード川とかさ青木とかさ、うん、飯食ってる間の録音とか撮られてるわけじゃん撮られてるられてるじゃあその「赤く君は録音撮ってないのかね?」って、うんうんね、自分の焼き,焼き肉屋じゃねえや、うん、<laughs> 自分のステーキ屋とかでさ、うん、個室でやってるわけだろ、うん、なんかそういう装置があってもおかしくないじゃん、うん、ビデオとかあったも確かに自分の店だもんねそうよ うん、自分の店だからどんにでもなったでしょ。うん。それないのかな。ななあったとしたらすごいけどな。うん。あったら全部ね、それでわかるんだけど。あってしかもそれも検察に押収されてたらさ。だったらもう落ちてるでしょいくらなんでも。<laughs> そうだな。だからないんだろうね。そこは高橋は人気通したんですよ。 ここでしゃべる内容はわしの腹の中に墓まで持っていくそういう感じでだからあんなに <laughs> ねえ根性座ってたんでしょてうかだから今でもにはかないんでしょあいつ。 だから、武田恒和なんかさ、もうなんかもう警報のボンボンでさ、<laughs> ボボッツか、ば、あ、もともと旧皇族の生まれだしで、そのやつも逮捕したらさ、もう、ああ、もう全部森木に言われたんですとか、高橋に言われたんですとかって、もう常々、常々言われてて、正直腹立ってましたとかって言われり、なんかすぐゲロっちゃってさ <laughs>、それを期待して、そこから森へ行けると、高橋、武田、森っていうこの、ホップステップジゃん これを期待していつなんだいつなんだっていうふうに言ってんのにいつなまやパーク24辞任しただけかよまあ、だいやーやっぱねまさにまさにクライマックスというのはさ、うん、最後の最後まで引っ張るわけよクライマックスは映画だけでいいこんな簡単には出してくんないんだよやっぱり。うん 映画だけでいいよ。うん、そういうのはやっぱりほら <laughs> 白色。彗星帝国も白色。彗星がぶっ飛んだら中からさ。<laughs> 大王体が出てきて、<laughs> それを倒したと思ったら大戦艦が出てきて。でも最後はテレサが半分失礼みたいなか。かそういう感じでえー。<れ>例えば。<laughs> 本当にあれ驚いたよ。いや、もうあれ。私も驚きましたけど、急に宇宙戦艦のヤマトの話のしかも映画版の話されてみんな置いてけぼりですから。<laughs> いや、クライマックス急にガトランティス帝国の話されてもわかんないから。みんななんとなく知っているのはデすラぐらいですよ。<laughs> あのね、そのクライマックスの作り方っていうかさ。うんうん、まだ次が。 バって、まあ、正直白色彗星を取ってもう,もう大都市帝国が出てきてそれで何とかと思ったらえっ戦艦出てきたっていうこれあれはすごいすごいいあのちょっといやあの確かにすごいと思うんですけどガトランティス帝国 <laughs> ズボーダーだっけあの大抵ズボーダーだったような気がするけどその話みんな置いてけぼりだらけやらせてみましょうあ<ー>、うん、まあだからね 高橋は逮捕したと。うん、武田ももうすぐだと。うん、武田ももうすぐっ,って武田を逮捕してもまだその先がまだあるって、うん、森喜朗ですよ、それが。これはすごいよ。これは当あの映画的に見ても、うん、確かにホップ、ステップじゃんん、ね、ジャンプで。それでクライマックスだったと思ったらまた次があるっていう。ううん、そうね。でそこにもし 菅義偉さんがダンコックスとして登場したらこれはすごいよ、ね <laughs> あれもう。だって白色彗星大都市帝国戦艦これ3つですからねら高橋武田森喜朗菅義偉までいったこれ4段階の変身なかなかいないよこんなラスボスも。いやこれ あのー、ハリウッド映画でもない。<laughs> もうね、<laughs> ダサ作ですよ、そんなに変身したら <laughs> いくらだっても。そう、これ難しいんだよね。あんまり引っ張るとさ、<laughs> バカ野郎って言われる。いつ終わるんだ、このやろやりすぎだよっ <laughs> そうなんだよ。うん、やっぱり3回ぐらいが限度かな。まあそうね、うんうん。まあでも本当、確かにそうですな。うん けど自分でだってパーク20やめたんだから、うん、やっぱりそれはもう今もうジャブジャブ首洗ってるぐらいしかないだろうやることうん、うん、明日明日だ明日,かな明日だよ明日明日行こうよそろそろ、うん、ねやっぱちょっとオーディエンスもさそろそろさ、うん、ちょっとね みんな待ってるわけで、ね、うん、明日、うん。じゃないとまた土日来ちゃうでしょうん、来ちゃうね。来ちゃうね。俺もね、明日ね、夜ね、銀河英雄伝説の今、新しいバージョン見に行くから、うんうん、明日の夜、明日夕方とか逮捕されるのはちょっと勘弁してほしいんだけど。ないです。映画キャンセルですよ、その時は。<laughs> すぐ撮影です。えダメ,ダメダメダメ。あのチケット代私が払ってあげるから。<laughs> キャンセルキャンセルうーんとまあでもあの程いんだよあ,あのー、なんでか,か知らないけど、うん、7時ぐらいの会がなくて九、うん、時半ぐらいの会になっちゃったのよだ大丈夫なのだからな夕方逮捕だったら間に合う,、うん、うん難しいところです <laughs>、うん えそうかなう。難しいところは、ねいい。今、あんまり話は取れるとあれだけど。うんね、いや、ほんと、あの、でもね、まじまじに話に戻すとさ、うん、まあ、ほんと、さっき清水さんが言ったようにさ、うん、金額だけ考えたら、うん、とんでもない金額が、うん、そうよ、もう、統一教会じゃないんだよ、実は。たった7年で、たった7年、まあ、8年だけどね、うん、正確に言うとね。 あの要するに招致から、うん、2013年から2021年の開催までに突っ込まれた税金が4兆円ぐらいあるぞと。うん、でしかもそれはあまねくあまねく銀河。<laughs> いやいやあまねく銀河いやいやあまねく銀河国民。あまねく国民の皆様から一人10万円ぐらいは、うん、強奪してった金でさ。うん で、たったっ、ね、まあパラリンピック入れれば4週間、うん、でも観客もいなくてなんかスカスカで、はあ、それに使ったこれだけの拒否を投じて一体日本の国民に何かプラスになったんですかっつう話はこれ国会でやるべき話だよ。どう考えてもやるべき話でしょ。 なんよ、ね、税金使ってんだから。うん、なのに、やってない。っていうのは、やっぱり大きな問題だよ。うん、大きな問題っつか、もうでかすぎて、もう気がくらくらするまあでも、このうん五輪義国の捜査をやってる間は、あれだよね、うん、えまあもちろんあの、ある程度のとこで、例えば森の逮捕まで行けば、うん これはまあ国会でやらざるる得なくなくけどねそういう意味でも大きいんだよ、森の逮捕って。うん、まあ森でも菅でもいいけど、うん、つまり政治家、元政治家の逮捕っていうのはすごく大きいよね。うんうん、国会でやらざるを得なくなるんです。うん、それで、国会で検証しましょうよ、オリンピックも。うん、ああ、本当だよな。誰も検証しないんだからさ さっきも言ったけど、俺たちではできないのよ。うん、資料を見られない、見れないから。うん、見せろって言っても全部さ、黒塗りで出てくるんだからさ、うんうん、全部とは言わないな。あの今、都がやっぱり順次に公開してるけれど、うん、肝心なところは見られないようになって。うん、他のところはいいよ、どうでも別に。うん、まやっぱりスポンサー契約費だとかさ、そういうところはちゃんと見せてもらわないと。うん そもそもスポンサー契約費でえっ、ー、とあいつら組織委員会は3470億円集めましたって言ったけどうん、うん、これも本当かどうかって一社一社の金額が分かんないから、うん、それだって本当かどうかは分かんないんだよね実はでそういうところからも検証しなきゃダメなのとんでもない何か絡んでるかもしんないよだってそうよだから3470億円じゃないかもしんないん。だって高橋がさせっせと ダンピングとかしてるからさ、うん、本当に3百七十億円の分かったもんじゃないわけ。いや、本当そうだよね。だからそういうのはね、いっぱい無駄にってんだよ。いっぱい。そうそうそう。うん、まあ、もう完全なモラルハザードだ、ね。うん、もう儲かりゃいいんだ、自分たちさえ儲かればいいんだ。それもう自分たち以外儲かるんだったらあ自分儲かる、自分だけ儲かるんだったら他どうでもいいっていうのはですね。もう 口食べておいしいって思ったらもうお腹とか脂肪とか内臓とかもう肛門のことなんか考えないといくらでも食ってうまかったら食うんだ食うんだっていうぐらいですねおかしいことなのよこれ国全体で考えたらそうそういうことよひでえ話さああまあというわけでね今日はあのー、本間さんと実は統一教会問題ね、えー、ものすごく え重要な問題ではあるんだけども実は東京五輪汚職っていうのが本丸としてねあの存在するという話をさせていただいたんですけどちょっとあまりにも本間さんが途中ですね大抵ズボーダーのですね、えー、白色彗星帝国のことをあの説明されたので何のことだかさっぱりわからんという人はですね、えー、何を見ればいいのかなガトランチス帝国のやっぱ新しい方、うん 新しい方かなでも古い方が映画としてはいいんだけどね。うん、もうだからさらば宇宙戦艦ヤマトと見れば分かる、ね。それだけでは分かる。はい。もう、うん、ズボーダー。愛ですよ。愛。大抵のね。はい。大抵の愛ですよ。宇宙に愛を広げるんですよ。あれはね、なんかあまりにも逆説的ですが、うん、あのちょっとなんかいろいろ、えっていうところあったけど。うんうん、あの さらば宇宙戦艦ヒヤマットの方が、うん、あのー、単純明快うん、うん、ねっで歴史としていけるものはすべて俺のものだ <laughs> まあそうですね <laughs> もむちゃくちゃだったけどうまあこれもうズボウだなあまあこんな感じですよね高橋歩きのイメージこれ <laughs> こういう <laughs> そんな感じこな感じこれ感じどんな感じ <laughs> これ確かに、ねちょっとね、あの迫力あるけど鉄の社長とかにすると、ね、上者ありますよ <laughs>、うんえー、ちなみにですねあのズウォーダー、えー、ガトロンチス帝国3段階の変身をしたんですけども4段階はなかなかないよねっていうふうに言ったんですけど実はいるんですよ4段階変身したラスボスが、うん、これ珍しいんですけど「ドラゴンクエストね7」うん、ねこれラスボスオルゴ・デミーラーですねもう珍しく4回変身したと。ただし、えーえっと つまり、うん、3回負けて負けたわけ。うん、そうそうそうあ<ー>、うん。なんですけど、ちょっとやりすぎるかなというご意見がやっぱり多かったです。<laughs> 4回はやりすぎだなということで。ああ、あのー、本当にこのどしがたい利権、なんとかしなければならんなというふうに思いね。ただ、今日は文化の日で、えー、特に動きがなかったんで。 警察はやっっっっぱり温泉にに行ててるのかなっていう,ふうにちょっと疑惑の目をを向けざるを得ないなと思いいますうわけで今日も読書本間さんを応援するためにも本間さんのねあの東京五輪の滞在ぜひ買って応援してほしいなというふうに思いますブラックボランティアはお食に関わっていた片川書店から出てるよそれじゃあどうもー今日も読書どうもはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオ いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のカンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。